こんにちは、白川りりです。浅井星美です。北川貴秀です。人道家奈良志野です。とね、ようやく発表できますね。はい、で発表いたします。なんと6月19日に映画ブラクモゴーストエージェンシーがオンラインで配信決まりました。よっ、皆様の応援のおかげでございます。本当にお待たせいたしました。ありがとうございます。結構いろんな人たちに、はい、配信ないんですかっていうふうに言われてたんですよ。だからね、私会うたびに星にいつ配信決まるんですかって、ね、はい、聞いてたんですけど、はい、毎回頑張ってます。頑張ってます。頑張ってます。で、ただあの私的にはですよ、はい、あの他のいろんなところでの公開も諦めてはいない。あ、うん、劇場公開、劇場公開、諦めてはいないです、うん、そりゃそうだよね。鋭意頑張ってます、うん、そっちも頑張りつつ、はい、引き続き、はい、オンラインでの配信も、はい、はい、嬉しいですね。七島先生大活躍ですもん、ね、そうですね、もう見どころいっぱいで、自分の登場シーンをじゃあちょっとお話ししてください。あ、いいですか。そうですね、ちょっと登場シーン、いや僕ねずっと出てるんで、ちょっとどこのお話をしていいのか分かんないですけど、まあ、一番いいのはやっぱりあの武道場で試合があったシーンですかね。ぜひね、皆さんね見てほしいですけど、七島先生の登場シーン見逃しちゃうので、その武道場でのシーンがありますからね、はい、普段の、ね、格好と全然違う格好で隠れてね、はい、実はね、喋ったりもしてる。あ、喋ってますよ。セリフもあった。セリフもね、実はあるんです。あった。ぜひ発見してください。見てください。あの、その時監督はね、はい、七島先生、はい、忍者だから、はい、キューとかの意味が分かんないのかと思ってたら、はい、キューとかの意味も分かって、はい、あの、間もバッチリでびっくりしてます。はい、でも本当ね、演技すごいやられて、舞台もね、長嶋先生経験されてますね。まあ、なんだかんだ忍者ショーとかね、少しかじってたので、ね、長嶋先生の演技力にもね、ご注目ください。でも、ぼーっとしてると見逃したいかもしれないですね。こんなとこどうでもいいんですよ。皆さんの方がちゃんと出てるんですから、僕の引っ張り好きですよ。ちょっとまず北川先生の見どころから渡していきたいです。はい、演技力、北川先生、演技力っていうか演技ですよね。今回のテーマ、演技が、そう、ブラクモでは特に、頑張った。頑張ってましたよ、はい、頑張った。だけど今の方が演技力あるよ。確かに。あの後練習いっぱいしてるからね。確かに。そう、今まさにすごいね、メキメキいっちゃってるから。今はもうね、坂本監督の映画英雄伝に向けて我々ね、はい、芝居のレッスンしてますけど、はい、ね、もう北川先生もたくさん芝居あるあれからね、レッスン受けてますもん、はい、そうそう、はい、いっぱいレッスンやってるから、はい、それで上手くなってると思う。だいぶ枕で、でもブラクモでもこれ熱いシーン、北川先生が叫ぶ熱いシーンありますから、はい、北川先生が声出すんだみたいなね、うん、大きな声、いやいや、でもああいう、ね、感情を出すことないですよね、北川先生、うん、はい、ちょっと私あれでも映画でちょっと撮影現場見て鳥肌立ちました、うん、本当にもうそこをもうめちゃくちゃ練習したんだけど、だけどやっぱ実際見てみるとまだまだだなと、それはもう思っちゃうね。もう今俳優してんですもん。あの頃の自分はみたいな。あとでもシステマの戦いもあれアドリブですよ。で、まあ、手を無視したアドリブもぜひ皆さんご注意いただきたい。途中でハプニングがあったけどカットがかかるまで動けって言われてたから、あ、普通に暴れたっていうね。そしたらみんなが終わったうーっと本気にうずくまってるっていうね。まあ、ね、柔らかい棒とは結構無気分になったからね。バーン手に引っ張られても大注目のシーンですね。どうして私の魅力はちょっとおしみか、そこはいっぱいあるでしょう。もうねー、ねえ、白川先生こういうのとか、そう、こういうのとかね、そうですね、これ、そう、声とかね、ね、もう感情、それこそ感情むき出しに、普段ね、そんなに感情出さないですもんね、はい、だからこう、ガーッとっていうね。僕的にはね、やっぱり白川先生のポロリもあるようなシーンがね、あ、ポロリだね、確かに、確かにポロリあります。ポロリって言ってれば分かんないですけど、ポロリというか、あー、はいはいはい、ね、確かにあります、ね、ボディ、そうそうそう、白川先生のポロリもあるよ、はいはい、そうか、そうだ、で唯一セクシーシーンがある白川さん、そうなんだ、確かに、そうだそうだ、唯一こう上半身裸で、セクシー、セクシーな、セクシーな、金髪だしね、あ、そうそうそう、悩んだんですよね、最初カツラでご相談ね、したんですよ、本当金髪するのみたいで、もう頭皮の痛みとともにパッと金髪になりましたから、ね、これ今もちょっとその後遺症ですよね。いやいや、もうこれはまた新しく、もう今度の映画に向けて、ああ、ありがとうございます、ありがとうございます、味を占められて。白川先生はあの初めて撮影するシーンでもうすでにセリフがあったじゃないですか。そうなんですよ、初日ね、初日、それがもうあの初めて
展の初日でセリフってすごい緊張されるだろうと思ったんですけど、全然さらりとやってのけて、うめくねって思ったんですよ。本当そうなんですか。じゃなくて、どこしんだろう、体育館というの、武道館で、はい、憑依されてる、いきなり憑依シーンから始まる。そうなんです、撮影の日程の都合 で、はい、そうなんです。自分のリアルなやつは一番最後ですもん、ブラックアップですよね。そうです、あれ一番最後。自分を演じてる上に憑依されてる人格を演じてるって、ダブル演技をいきなり初日。そうそう、初日。天才じゃないですか。いやいや違う、天才子役。天才子役、子役。でもそれは本当練習したからですよね。いやでも練習したからって言ったってね、だって普通に歩いて登場するのだってやっぱり慣れてないと難しいのに、普通にこうやって歩いて登場、あの悪そうな顔、あれ初日あれ初日です、初日あれ初日です、あの悪そうな、悪そうな入り方、はい、初日です。いやでも本当あれは悪にならないとと思って、本当に悪の悪を降りてこいと。いやいやいや、本当の姿です。いや違う、監督の指示はあの素の自分を出してください。結構真面目なので監督の言葉をスッと入れるためと、はい、っていうことで、ぜひあの金髪でちょっと悪い私をぜひご注目、はい、ちょっと。でも合気道の技本当使ってますか。あ、そうそう、はい、同情生も出てるので、安倍君とか片山出てるので、ぜひそこ、安倍さんと片山さんも、そう、安倍さんと片山さんめっちゃ超熱演、安倍さんの演技ですよね。熱演でしたね。本当に星見褒めてましたよ。すごい上手だった。すごい上手、びっくりしちゃいました本当に。あれ面白かった。 できないですよ私全身を使って、全身使った、あれはぜひね見ていただきたいと思います。で、あのにやりもね、にやりも最高、画面アップありますので、ね、はい、それで主演の推し民ですよ。推し民ね、もうね、やっぱ私 YouTube でこういっぱいこう、はい、一緒にね撮影されてて、はい、映画に出た推し民のかっこよさ、かっこいい、びっくりしました。あ、いや本当に、そうそう、恐縮です。すごい輝いてます。いやいや、ありがとうございます。こうちょっとしたこう何でもないパンチがやっぱりこう、うん、はい、バーン当ててないんですけど、うん、こう完全に当てて、しかもやって力が入った力感、はい、なかなか出せないですよ。あれ当たってる以上で当たってますもんね。そうそう、当たってる、うん、褒められた、嬉しい。練習すれば分かるんですけど、本当難しいですよ。難しいです。あと殴られたリアクションとかね、うん、バーン、本当に殴られたっぽく吹っ飛んでるから、うん、普段なんかいじりでふざけて大丈夫とか言っちゃいますけど、本当に大丈夫です。いや、とんでもないです。はい、あの芸歴長いだけ。でもね、YouTube とはまた違った姿ですよね。あれは本当に本業ですよ。ありがとうございます。本業俳優、アクション俳優出ました。いやもう皆さんに負けないように、あの、今後頑張りたいと思います。でも村雲は、はい、アクション多数ちょっと無知見という感じ。で、英雄伝ではもうガチ無知系アクションになるってことで、はい、もう村くんもでも結局ね、出し切れなかった、うん、無知系を、うん、ね、英雄伝ではまたこれが進化して、どうなっていくのか、うん、ね、現在進行形で楽しみですもんね、それね、はいはい、そしてアンジェラさんも、キョンシーも、そうっすね、相方っすか、活躍するのか、そうです、そうです。今アンジェラ撮影カメラ持ってる、はい、急に振るって言いますよ。お札を貼りますから、はい、霊言同士シリーズのファンとしては胸厚のシーンでした。有言同士派だったので、霊言同士、有言同士、霊言同士、台湾同士、中国、あ、中国、はい、アンジェラさんのね、お気にもぜひご注目ください。ぜひ、はい、ということで、でもね、はい、配信先が今回多いんじゃないですか。配信先が、はい、いっぱいあるんですよ。まず Amazon、 Amazon プライム、Amazon プライムだから見れる。うちもプライム見れます。あれ会員でも、もしかしたら課金かも。あ、そうか、そう、はい、多分レンタル、はい、レンタル代金、はい、レンタル、はい、購入じゃないかな、はい、Amazon プライムでまず配信です、はい、そしてあと楽天 TV、 楽天TV、ビデオマーケット、ビデオマーケット、 DMMTV、 DMM、 Hulu、 Hulu、 ビデックス、うん、大体これローマ網羅してんじゃないかな。すごいですね、じゃあ本当に各配信サイトでもう始まってるんです、ね、はい、大体どれかみんな買いんだよね、うんうん、何かしらは。まあ、ぜひ概要欄にあの詳しく貼っておりますので、ぜひ皆さん概要欄にご覧ください。はいはい、ということで、ぜひ皆さん、私たちね、北川先生と私、七瀬先生では初めてね、映画にね、はい、ね、そうです。そして、はい、もう YouTube じゃない、もう俳優、アクション俳優、浅井星見先生もぜひね、見てほしいと思います。ということで、皆さんぜひ、映画村雲ゴーストエージェンシー見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
飯切りと行こうか。ここに出すのかな。出すわけないでしょ。